明日京都のメトロで、メトロ大学というイベントがありまして、音楽家の大友石秀さんと編集者の尾崎哲也さんと一緒に、話をすることになっています。大友さんは、去年8月に福島でプロジェクト福島という、音楽のイベント、大きなイベントを企画されて、まあ、主にそれ、そのことについての、話を聞くことになっています。難しい話ですけれども、まあ、いろんな話が聞けるかなと思って楽しみにしています。行ってきます。すごく優しくしてくれるんだけど、うん、そのなんかうちに秘めた怒りが、うん、本当に怒ってるみたいな感じが、その優しさとなって出たりするのかなってちょっと大友さんを見ても思う。でもこれだけじゃなくて本当に怒ってますよ。それはさ、今までの人生でも怒ること何度もありましたよ。つまんないことでとかさ、まあ居酒屋で怒るとか、でもそういう怒りとちょっと違って、もう消えないですよね。しこりのようにものすごい怒りがずっと燃えてて、これはもう多分一生消えないけど、ずっとその炎と一緒にガーッと怒ってたら多分生きていけないので、で、やっぱりでもそんなこと言っても現実的に被害出さないっていうのと、こんな事故を二度と起こさないっていう両方でやっていく以外に道はないなって